総一さん。ああ、切ないな。違うんです。化粧室ならあっちだぞ。そうじゃないんです。私、どこか遠いところへ連れて行かれてしまいます。短い間でしたけど、お世話になりました。映画はまだ1時間あるぞ、ナナミ。諦めるな。俺も一緒に食うから。総一さん。すごかったですね、総一さんのラストスパート。ポップコーンを一気飲みするんですもの。ごめんな。え？どうしてですか？楽しかったか？はい、とっても。ふわふわして甘くて美味しくて、それから少し怖くなってドキドキして、それから嬉しくて、すごくあったかくて。
それならよかった。帰るか。はい。誘拐犯とその被害者ってとこかな。空気だけなら十分合格点だけどな。総一さん、さっきから何してるんですか？仕事だ。仕事ですか？そう、これはとんでもなく重大な仕事だ。一見すると放送終了後のテレビみたいだけど、実はこの画面にはスパイが隠した宝物の在りかが記されているんだ。これがですか？暗号化されてるからちょっと眺めたくらいではわからないけどな。でも、もし読み解くことができたら、世界を震撼させるような秘密が明らかになるかもしれないな。じおい、ナナミ、そろそろな、もう気が済んだろ。なんだ？ゲチゲチ。は？
ナナミ、何か言いたいことがあるのか。よく聞こえなかったんだが。見えるんです。何がだ。そのゲジゲジとムカデがふわふわと浮かんでいるんです。お前、電波でも受信してるのか。そりゃよかったな。じゃあそういうことで、虫さんたちにはどこかに行ってもらおうな。総一さんには見えないんですか。あいにく俺のアンテナは感度が悪くてな。うん、あの暗号って見るものじゃないんですか。まあそうだけど。じゃあどうやってナナミは見てるんだ。あ、正直に言っていいぞ。別に頭の中で見えたとか耳の奥で声がしたとか言っても驚かないからな。見えてしまったんならしょうがないしな。その変なんです。最初は黒いつぶつぶしか見えないんですけど、じっと目を凝らし続けて目が疲れてぼんやりしてくると、ふわって浮かび上がってくるんです。ゲジゲジみたいな、ムカデみたいな、何かふさふさしたもので、まるで目の前にあるみたいに、手を伸ばせば届くくらいにふわふわと浮いているんです。うん、ナナミ、多分それは。そうか。どうしたんですか。わかったんだ。これはステレオグラムだ。ステレオ。
ステレオグラム、日本語だと立体視図形とか呼ばれているもので、簡単に言えば目の錯覚を利用して平面に描かれたものを立体的に見せる騙し絵のことだ。特殊な規則で描かれているから普通に見た限りでは何が書いてあるかさっぱりわからないけど、見方にちょっとしたコツがあって、多分この場合だとわざと遠くを見るような感じでぼんやり眺め続ければ、やがて隠された図形がまるで目の前に存在するかのように浮かび上がってくるはずだ。すごいぞ、ナナミ。俺だって気づかなかった暗号をあっさり読み解いてしまうんだからな。これでお前も立派な一流スパイの仲間入りだ。そんな照れちゃいます。Thank you.
これは…そうか、裏口のタイルか。はい。今から行ってくるよ。その留守番頼む。仕事、頑張ってくださいね。その、今までいろいろとありがとな。たまには使ってみたくなってさ、なくさないうちにさ。返事は？あ、私こそ今までずっと総一さんのお世話になりっぱなしで、今日だって本当にありがとうございました。私頑張りますから。もっと大きくなって何でもできるようになって、総一さんの
お役に立てるように、迷惑にならないように頑張りますから。だからこれからもずっとよろしくお願いしますね。そんなことはもうどうだって、何も気にしなくたっていいんだよ。そうじゃないだろ。ありがとうって言われたら返事はどういたしましてだろ。たったそれだけでいいんだよ。そうなんですか。そうだ。さあ、今のは聞かなかったことにしてやるから、もう一度やり直した。はい、じゃあどういたしまして。それでいい。じゃあな。これが和田の遺産ってわけか。空っぽか。
さて、これをどうしたものか。誰かにやるか。
帰りなさい、宗一さん。宝物は見つかりました？とんだ無駄足だったよ。箱だけは見つかったけど、この通りさ。じゃあ、これが見つかった宝物なんですね。ちょっと、こんがらがっちゃってますけど、素敵です。そう、かもな。外はどうでした？寒くなかったですか？お前がそんなこと言うなよ。ずっと毎日こんなことしてたのか。